仮面。オタアーク。第25話、超時空要塞マクロス、オープニング、マクロス。オタック団員のみんな、毎回こんなふざけてご情報の多い茶番劇を見てくれてありがとう。おかげさまで第2クールを楽しく乗り切れ、この動画をもって第3クールに突入できるなんて。当初は全く予想できなかったけど、自分一人のためだったら第1クールでやめてしまっていたかもしれない。これは楽しく待っていてくれると思うオタック団員や、正義の暁計画が成功した際に効果を受け取れる子供たちと、愛する昭和のアニメと特撮が令和に意味を持って蘇る、そんな思いで頑張れた結果だと思う。だからこれからもよろしくなんだぜ。それじゃこれからの15分、あなたの目は、あなたの体を離れ、この不思議でイレクチオンな時間の中に入っていくのです。夏の海は暑いけど、空も青くて気持ちいいよね。春は春の空、秋は秋の空、冬は冬の空、いろいろあるけどやっぱり空は夏の空だよね。ふっふっふ、空といえばやっぱりマクロの空なんだよな。は、この声は？はっはっは、はっはっはっは、アメリカの実写ヒーローといえば、それはもちろんアメリカンヒーローですよね。しばし遅れを取りましたが、今や巻き返しの時です。余裕のヒーローだ、馬力が違いますよ。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタック。あんたこんなところで何やってるの？夏の海なんてあんたには全く似合わないと思うんだけど。いや、夏になったら海と陸の間のバイストンウェルへの、オーラロードが開いてないかな？って観測に来たんだよ。そんなんで海岸をうろうろしてたら不審者か、ウミガメの保護観測してる人に思われるよ。声かけされたらちゃんと、オーラロード探してるところですって伝えてるから大丈夫さ。びっくりするぐらい不審者以外の何者でもないんだよな。そんなことより聞き捨てならないことを言ってたな。え？空はやっぱり夏の空とか、血迷ったこと言ってたろ？いやだって、入道雲が浮かぶ夏の空が好きなんだから。空と言ったらマクロの空っていうのが正しいオタクだろうが。オタクじゃないし。もう仕方がないな。それじゃ今日はお前にマクロの空の歌い出しで有名な、超時空要塞マクロスのオープニング解説をしてやろう。何？マクロスって。カモンペガース、説明プリーズー。ださあ、超時空要塞マクロスは1982年制作放映のテレビアニメ、原作、スタジオヌエ、キャラクターデザイン、三木本春彦、メカニックデザイン、宮武和孝、オープニング曲、マクロス、作詞、浅茜、作曲、羽田健太郎、歌、藤原誠、レーベルはビクター音楽産業。サンキューペガース、というわけで日曜午後2時の伝説こと、超時空要塞マクロスのオープニング解説だが、解説の前にお前に伝えておきたいことがある。あ、もしかしてこの流れはあんたまさか。マクロスのオープニングはがっちり見ているが、本編はばっちり未視聴だということを理解して、ここから先の解説を聞いてもらいたい。やっぱり、聖夜とかキャッツアイの時もそうだったけど、見てないアニメの解説とかやめなよ。いや、マクロスに関しては聖夜やキャッツアイの時みたいに、原作の漫画に興味を持てなかったからでなくて、見たくても見れなかったアニメなんだ。見たくても見れなかった？ああ、それはマクロスの放送時間の日曜午後2時が原因なんだ。え？放送時間が原因？そう、日曜午後2時に俺は、部活でテレビを見ることができなかったんだ。え？世間ではマクロスが大人気、クラスメイトの歌仲間もマクロスが大人気。ちょっと、アニメデアもアニメージュもマクロスが大人気、アニメック文字アニメもマクロスが大人気。え？何それ？アウトもファンロードもマクロスが大人気、デュアルマガジンだけがダグラムとガリアンが大人気。待って、まだビデオデッキも我が家にはなく、世間のマクロス人気に完全に置いていかれ。落ち着いて。なぜ日曜2時なんだ？なんで日曜日も部活するんだと、怒りが生まれたりもした。俺の中では大問題のアニメなんだ。そりゃいろいろあるでしょ。マクロスの後番組のオーガスも同じく部活で見れなかったし、やっと部活が終わって日曜2時が見れるようになったら、超時空機団サザンクロスになっていたんだ。サザンクロス？バルキリーみたいなかっこいい変形ロボットも出てこない。でもあの伝説の日曜2時シリーズのアニメだったらいつか面白くなると、歯を食いしばって見てたのに全然面白くならなかった上に打ち切りとなったサザンクロス。打ち切り？マクロスはあんなに大人気だったのに、見たかったなマクロス。って思ってたらサザンクロスで裏切られた気になってもう見てやるもんかマクロスってな気になったんだ。縮小ー。ぐげげ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 。それサザンクロスからの完璧な逆恨みじゃん。ちなみにサザンクロスのプラモは作りました。チャンネル登録よろしくメカドック。というわけでその悲しい過去から、マクロス未視聴のまま現在まで来てしまったのさ。今からでも DVD とか、当時でも映画版とか見ればよかったのに。なんか悔しくて、でもオープニング映像何度も見たし、レコードとかプラモデルは結構買ってたんだよ。さらには佃ホビーのシミュレーションゲームさえ買ったんだ、本編未視聴なのにな。
やっぱり憧れてるじゃんか。というわけでスタートがつまずいたがオープニング解説を行おう。結局やるんか。前奏でいきなりドデデデデーンと、重量感あふれるケンパニの音とそれに続くトランペット。そして映像では巨大宇宙戦艦マクロスの、艦載機用エレベーターから上昇する VF1 バルキリー。思わず目を引き、耳を傾けてしまう非常にインパクトのあるオープニングの出だしだ。本編見れてないけど。この飛行機はちょっとかっこいいよね。VF1 バルキリー、今後はバルキリーと短縮するが、映画トップガンでも使用された機体 F14 にも似た可変翼機で、非常にかっこいいデザインとなっている、マータの可変翼機 F111 アードバークや、MiG23、SUHOI24、バナディアトーネードと、可変翼機は大体かっこいいんだがな、本編は見てないけど。トップガンマーベリックは見に行ったよ、かっこいい飛行機いっぱいだったね。トップガンマーベリックの FA18 より、トップガンの F14 の方が100倍かっこいいのは事実なんだけどな。というわけで次の映像なんだが、引き続き重厚な前奏の中、本編主人公の一条光がバルキリーのコクピットに座り、出撃の指示を待つ凛々しい顔が映し出される。本編は知らんけど。よっぽど本編未視聴なのが悔しいんだな。そして謎の光が収束していきマクロスのタイトルロゴが画面に現れる。このあたりは割とオーソドックスではあるが、バルキリーと一条光のシーンはやっぱりかっこいいな。本編未視聴ですけど。もう未視聴言うのはやめなよ。きっと誰も責めないし、情けないだけだよ。マクロス未視聴なせいで情けないとか言われなくちゃならないんだ。そういう意味じゃないけど、もはやコンプレックスなんだな。本編未視聴だけど藤原誠氏の惜しい声で、マクロの空を、貫いて、地球を撃った、イカズチはと歌われるんだ。マクロの空、このパワーワード、俺的には歌の一行目から空という単語を使用するアニソンは、神曲しかない印象だ。他にどんな曲があるのよ？北斗の拳オープニングでも、愛で空が落ちてくると無茶苦茶なパワーワードが歌われてるぜ。ちなみにここでのマクロとは、巨大な巨視的なという意味で巨大な空を意味するんだが、それを貫く地球を撃ったイカズチとは、マクロス第1話のブービートラップでマクロスから、ゼントラージ軍に放たれた攻撃を揶揄してると考えている。第1話見てないけどな。1話じゃなく全話見てないんでしょ？そしてここでの映像は、バルキリーがマクロスから発艦するための様々なシークエンスが流されている。このあたりのシーンはミリオタとしても心躍る憎い映像でもあるな。本編見てないけど、もういいよ。それにしても毎回思うことだけど、マクロスはいわゆるワカメ影の表現が印象的なオープニングだなぁと思う。テレビ版の本編は自己級の作画崩壊がたびたび起こっていたと伝え聞くので、作画が神がかっているという映画版マクロスでは、さらにすごいワカメ影で映像演出されていたのか気になるところだ。ワカメ影って何よ？影がワカメのようにうねっているような影演出が、ワカメ影というやつだな。ワカメ影と聞いてエレクチオン反応してしまうオタック団員は、影と酒を間違えているか。クリームレモンパート3のラルヤパート4のポップチェイサーのワカメ影を思い出してしまったに違いないな。よくわからないけど、きっとすっごい下世話なこと言ってるんだろ。甘酸っぱい思い出さ、というわけで次の歌詞だ。我ら幼い人類に、目覚めてくれと、放たれた、マクロス、マクロスだー。我ら幼い人類にとは、マクロスのベースとなった異星人の墜落感が、人類から見てオーバーテクノロジーの塊であったこと。それを考えると人類は異星人と比べるとまだまだひよっこ、それを幼いと表現している。そんなひよっこ人類に目覚めてくれと放たれたのがマクロス、ということになるな。でも別にそのマクロスの元になった船を作った宇宙人が、人類に目覚めてくれって意味でプレゼントしたわけじゃないんでしょ？そうなんだよな。マクロスと人類が呼ぶ異星人の墜落艦は、敵対するゼントラージ軍への罠だったわけで。別に人類のことをなんやかんや異星人が考えてたわけじゃなさそうなんだ。このあたりはオープニング歌詞と本編ストーリー、設定なんかをすり合わせて普段は考察して解説してるんだが、マクロスは本編未視聴ゆえ、細かな部分を拾い上げて考察できないから、和も呼ぶわがんね。急に津軽弁に。だから未視聴のアニメの主題歌解説とかやめなさいよ。確かに超時空要塞マクロスも、超時空世紀オーガスも未視聴だけど、超次元伝説ラルはがっちり視聴済みですから。だったらなんだよ。触手欲しくなるアニメだったでござる。オタック団員、募集中。というわけで超次元つながりで次の歌詞の解説に進もう。超時空であって超次元じゃないと思うんだよな。次は惜しく立った若者は、愛する人をかばいつつ、旅立つ日々を戦い開くだ。
ここでの映像は、先ほどの歌詞のシーンでマクロスから発艦したヴァルキリーが、ガウォーク形態へと変形して市街へと降下する、またさらにバトロイドへと変形し、ヴァルキリーが2段階変形する兵器だということがわかる。また敵であるゼントラー自分の兵器は、乗客型の二足歩行戦闘ボットであることもわかる。ここでの戦闘シーンは細かく描かれ、今までのアニメとは違う期待感を持たせるものだ。宇宙での戦闘シーンや、ロケット弾っぽいミサイルの軌道で有名な、板のサーカスの動きが確認できるな。そして超次元伝説ラルも可愛らしい絵柄から、今までのクリームレモンとは一味違うなと思わせたものさ。わけのわからないアニメの解説とか挟まないでよ。ここでの歌詞で一番目を引く部分は、やはり惜しく立った若者はだろう。惜しく立った若者？いや、エレクチオンじゃなく、主人公一条光を含めて、民間人であった若者たちが軍に入隊して戦うことを、立ち上がると表現しているのさ。そして一条のような若者が、マクロスの地球までの帰還のために、戦い始めることを旅立つ日々を戦い開くと歌っているんだな。その前の愛する人をかばいつつっていうのは、恋愛事情もマクロスにはあるってことなんだね。そのあたりのラブなストーリーは俺の興味をそそらないし、未視聴だから詳しくわからないんだが、主人公の一条くんが、後にアイドルとなるわがままだけど美少女民名と、年上の地味めだが真面目な女性の早瀬美里の間で、心揺れ動く優柔不断な恋愛事情というか、三角関係というか、とにかくラブなストーリーを展開する。このダブルヒロインである民名と早瀬美沙なんだが、1983年のファン投票では民名3位、早瀬美沙11位。84年では民名4位、早瀬美沙1位。85年では民名5位、早瀬美沙4位と。派手な民名と比べ、地味な早瀬だったが、人気投票でも途中で逆転し、本編でも最初は一条くんと最悪なスタートだったが、最終的には民名を抑えて一条くんをゲットするなど、スロースターターで地味めではあるが、内面の女性らしさや逆に地味めがいいという評価が生まれたんだ。逆に民名は最初の天真爛漫さや華やかさ正直さが、美少女キャラとして人気につながったが、だんだんとその性格がわがまま、ぶりっ子と同化され、嫌いなキャラ1位にも選ばれるという、だんだん人気を失い、アンチを増やすという、ちょっとアレなアイドルなキャラなんだな、本編見てないけど。でもそのヒロイン二人と、主人公の恋愛模様も見てみたい気がするよ。一条くんはフラフラしがちみたいだし、それと対照的なロイ・ホッカーとクローディアの大人の恋愛や、一条くんの部下であるメガネの天才パイロットマックスが、敵のプライド高いエースパイロットミリアを打ち負かし、その後もごちゃごちゃ戦った結果、二人は結婚に至るという、天才とエースにしかできないアクロバット恋愛を見せた、マックス、ミリア組と比べると、一条くんの気まぐれオレンジロード感ある恋愛は、なんか感情移入できるのかなぁ、と思う次第だ。見てもいないのに語るなぁ。見てもいない本編のキャラクターの恋愛事情は無視して次の歌詞へ行こう。次の歌詞は、Will you love me tomorrow? 闇を切り裂き、飛び行く先は、遠く輝く青い星だ。英語を残念に訳すると、明日、私を愛してくれますか？明日も私を愛してくれますか？と、なんだか受け身というか、弱々しい立場で愛してほしいと伝えている。正直、よくわからない歌詞ではあるな。愛を知らない人間だから理解できないんじゃないの？おいおい、人をサウザーみたいに言うなよ。そのサウザーって人は、愛を知っているから愛などいらぬと言ってしまっているだけで、ある意味、誰よりも愛を知ってる人だと思うよ。私はこの歌詞はどちらかというと、お互いの今の愛を確認したいっていう、幸せな歌詞だと思うよ。このあたりの判断は本編視聴か、今までの恋愛の経験則から、評価が変わる歌詞かもしれないな。って、そうなるとあんたは愛を理解できない人間ってことになるんだけどね。デビルマンだって人の世の愛を知ったんだから、俺だっていつかは愛を理解できるようになりたいな。妖怪人間みたいなこと言ってるな。というわけで次の歌詞だが、闇を切り裂き飛び行く先は、遠く輝く青い星だ。読んで字の通りホールド高校で、冥王星軌道まで移動してしまったマクロスが、地球までの疲労を示した歌詞なんだな。そしてこの時の映像は、真面目顔の一条くん、ホエルホッカー、でんでん虫ヘアーを書き上げる早瀬美沙。でんでん虫ヘアー？そしてマクロスとヴァルキリーの移動シーン、バスターキャノンを撃つマクロス。そのバスターキャノンが月軌道上まで伸びて、ゼントラー自分の戦艦を粉砕する。その爆破の閃光を眺めるマクロスブリッジクルーと、ゼータガンダムのロベルトと似ているブルーの艦長。射撃をするヴァルキリーと決めポーズのヴァルキリーでオープニング映像は終わる。このマクロスのオープニングは、前回説明したヤマトと違って、歌詞で世界観とストーリーを説明するヤマト、映像で説明するマクロスとなっているな。あんた、マクロスの引き出しがないから一気に説明したんでしょ？確かに本編を見てない以上、アニメ雑誌やその他で情報を補填しても、情報の偏りというか、考察に深さや濃度が足りなくなるな。だがしかし、本編を見れなかったゆえに、俺がマクロスをどれくらい欲していたか紹介しよう。いや、オープニング解説終わったら解散しようよ。
当時、ガンプラブームの影響から、ロボットアニメといえばプラモデルだったんだ。俺もガンダムではホワイトベースを作ったし、ダンバインではダーナオシーも作った。よくわかんないけど、そのチョイスって失敗してるんじゃない？だがマクロスではデストロイドシリーズの、トマホーク、ディフェンダー、スパルタン、モンスターと、ファランクス以外は全部作ったのさ。本編大好きだったガンダムダンバインは1個しか作らなかったのに、未視聴のマクロスは都合4個も作っているところに、マクロスの思いが詰め込まれているな。というかマクロスならバルキリーとか作ればいいのに、チョイスが失敗してるように見えるんだよな。他にもゼントラージ軍の、グラージ、リガート、クアドランローも作ったし、リガートなんかノーマル、大型ミサイル、偵察タイプなど、量産タイプっぽくいっぱい作ったな。だからバルキリー作れよ。結果的に全く見てなかったのに、バンダイプラモよりアリート以前のプラモデルばっかり作ってたんだよな。それでいっぱい作った結果、グラージってむちゃくちゃかっこいいよなって思ったんだが、グラージのパイロットのカムジン、つまりゼントラージ軍の異星人は、これは、レスラー帝国、つまりガミラス人と同じ血色の悪い肌の色ということで、まさか、つまりそれはノンちゃんイコール異星人説が噂されても不思議じゃないということだ。今回も好きあらばノンちゃんか。というか民名もそうだけど、マクロスの女の子って可愛いよね。目なんかうるうるしててポーズもアイドルっぽいし。これはマクロスでキャラデザインとキャラクター作画に抜擢された、三木本春彦氏の特徴と才能だな。三木本さん。くの一好きの石の森先生が好きで漫画を描き始め、安彦義和氏のファンで柔らかい描線に影響が見られ。石の森先生の嘘を混ぜるのはやめなよ。美少女を描くのは好きで人気だけど、男が描けない三木本先生だな。よくわからなかったけど女の子が可愛いのはわかったよ。三木本先生は自作の超時空世紀オーガスでも、キャラデザを行っている。それだけ当時の三木本先生のキャラクターは一世風靡したんだな。というわけで今回はこの辺りで解説は終わりにしようと思う。はぁ、この暑い砂浜で未視聴のマクロスのオープニング解説とか、マジで熱中症になっちゃうから本当にやめてよね。はっはっは、なんだだらしないなぁ。そんな気構え、心構えだから熱中症になるんだよ。俺なんかあと3キロは海岸線を歩いて、オーラロードを探すつもりだぜ。はいはい、心ゆくまでご自由にどうぞ。ペガスはまたオーバーヒートしないように、日陰で休ませてあげなよ。あんたもあんまり無理しないようにね。はっはっは、心配ご無用。はっはっは、はっはっは。はぁ、はっはっは、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 ひ、ひ、ふぅ、ひ、ひ、ふぅ、ふ、ふ、あぁ、ば、バイストンウェルが、ひ、開か、れ、てるー、デカルガー。倒れた、言わんこっちゃない。かき氷食べよっと。超時空要塞マクロスは、公式で動画が確認できました。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひご視聴ください。マクロスはオリジナル放映後も、映画やオバが作られ、テレビアニメも合計4本作られるという、息の長い作品シリーズですが、それもこのオリジナル1作目の伝説的なヒットと、魅力的な世界観があってのことだと思います。当時を思い出しながら視聴していただけると嬉しいです。そしてグッドボタン、チャンネル登録で、暁のオタック団に入団していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リンダ、オタックのやつがマクロス未視聴だと？見てもいないのに偉そうに語るなど、相変わらず適当なやつだな。会費も払っていないし、熱中症で倒れればいいのに。来週はスポコンボクシングの金字塔、明日の城の主題歌解説だ。民名の次が丹下段平とはな。それじゃ来週も楽しみに、サービス、サービスー。